源田先生、もういいんですか？ああ、さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。八神。あ、すいません。俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。え？そこ、座れ。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、八神。全部って？新谷の件だ。寄せつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでいるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他のやつに食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか、八神。お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます、源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織君を気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすりゃキャバ嬢に見えるって。どしだってごまける。嫌です。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。これはちょっと無理なんじゃねえか。まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも
沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。え？私やります、カムロ町のナンバーワン。そう来なくっちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ、少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショーノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくっちゃ。ま、よかったじゃないか。でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんでそういうのに詳しいんだ。うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それよりドレスが決まったら沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。八神さん、お願いします。分かった、よし行くか。まずはドレスからだ。いらっしゃいませ、ようこそルマルシェ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。もちろんございます。それではドレスをお選びください。どう沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼なじみであったんだろう？ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り。中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬は
ことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を。ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。え？森田検事生か。案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから矢上さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。ああ、今夜は眠れそうにないよ。なら、話した甲斐がありましたね。冗談だよ。でも真冬は憧れと恋は別だって矢上さんと会って思ったそうですよ。ちょっと悪ぶっているところが可愛いとか。悪ぶってる？すみません、着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ、ちょっと写真撮らせて。勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かーいいな。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。分かった、ありがとうな。いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう？
想像以上だね。そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。フィフィュー、見ろよ、すげえいい女。わ、すごく綺麗な人だな。ちょっと、何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめん、ごめんってば。お姉さん、どこのお店で働いてるの？よかったらうちに来ない？倍出すから。ねえねえ、今の子どこの店の子？案内してよ。どうぞ、お待ちしておりました。いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう？そしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。いや、これは。こちら、白崎沙織さん。採用、採用ですってすごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。白崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は？私、接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなります。まずは控室にね。さ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、八神さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るの。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？さて、接客の経験はないってことだけど、正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。そうでしょうか。ほら、ちゃんと丁寧語使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。うちはカムロ町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK？ わかりました。あの、何か気をつけることはありますか？まずはどんな話でもとにかく相槌を打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ女の子は君だけじゃない。
同じ宅に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。よし、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。スミレです。ミカです。沙織と申します。おお、これはまた奥ゆかしい美人だね。さあ座って座って。失礼いたします。とまあそんなわけで、会社の窮地を救うためまだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今で言うところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる。ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事、この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。ったくお楽しみ中のところ失礼します。スミレさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。しかし出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで、君はどう？そういう経験ある？寝てた？ね、寝てないし、ちょっと意識飛んでただけ。異議です。同様の趣旨の発言を繰り返しているだけです。異議って裁判か。こりゃいい漫才コンビですな。沙織ちゃんは弁護士に向いてるよ。うちの顧問弁護士になってもらうから。そのお話詳しく聞かせていただいてもよろしいですか。なんかごめんね、フォローしてもらってばっかりで。え、ああ気にしないでください。私そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかよりよっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか。半年くらい。まああの頃よりはちょっとマシになったけどさ、新人の頃はマジ最悪。私がどんくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって、そのことがずっと忘れられなくて、また怒られたらどうしようって頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。あ、それがね、そのお客さんうちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。創薬センターの橋木さん。そうそう。なんだ、知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。
私ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても橋木さんのことを思い出しちゃって。あの美香さん、そのことなんですけど。美香さんと沙織さん、新規お願いします。あ、はい。ごめんね、変な話しちゃって。沙織さん、大丈夫？グラスが空ですけど、何か飲まれました？え、あ、そうだね、どうするかな。景気よくボトルとか行っちゃう？そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの？そんな釣れないこと言わないで。もっと遊んでみてもいいんじゃない？え？そうそう、たまにはパーッと遊んだ方がすっきりしますよ。え？よし、ここはボトルを入れときますか。やったー、超素敵、ボトル入ります。沙織さん、マジありがとう。こんなすごい売り上げ出したの私初めて。そんな、美香さんが頑張ったからですよ。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。私おごるからお礼したい。え、でもそんな。あ、じゃあ私イーバーを知ってるの、そこに行かない？私も美香さんの話聞きたいです。オッケー、あとちょっとだからそれまで頑張ろう。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、橋木のテーブルについてたこと友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。八神さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろあってね。いろいろ？うん、まあいろいろ。今日だけですよ、八神さん。橋木と正野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。もしもし、星野君か。沙織さんの件おかげでうまくいったよ。クイーンルージュに入り込めた。やっぱり僕は絶対に大丈夫だと思ってましたよ。八神さんもお疲れ様でした。今夜はこれからどうするんです？沙織さんから連絡を待つ。それまでは待ちだな。どっかで時間潰すよ。わかりました、気をつけてくださいね。ああ。